こんな高木選手のスタメンシューズを着ける日が来るなんて思ってなかったので、はい、まあ、今の私の自己ベストが、まあ、この靴で出したっていうのもありますし、なるほど、これはまさにプロの視点ですね。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。教えてあなたのスタメンシューズのコーナーということで、今回はゲスト、マラソンランナーの高木隆選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、めちゃめちゃ光栄です。ありがとうございます。大丈夫ですか？出て。いや、全然大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。まさかね、こんな高木隆選手のスタメンシューズを着ける日が来るなんて思ってなかったので、ちょっと私今だいぶ興奮気味で熱が出てきてますけれども、早速ね、前置きは聞きたくないと思いますので、高木選手のスタメンシューズ5足まず聞いていきたいなと思います。はい、いいですか？はい、まずじゃあ最初に5足教えてください。はい、まず1足目、アシックスのノバブラスト2です。おいおい、はい、はい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 、次々いっていいですか？どうぞお願いします。2足目はアシックスのグライドライド2です。おい、グライド愛を語るっていうのがね、はい、僕やってますので、はい、じゃあ3足目は、ナイキのエアズームペガサス38。おー、ペガサス来るんですね、はい、ここでね。なるほど、はい、じゃあ4足目お願いします。はい、4足目は、ナイキのズーム X ベイパーフライネクストパーセントです。なるほど、これは2じゃなくて初代の方、初代の方なんですよね。そうですね、はい、なるほどね、ありがとうございます、はい、じゃあ5足目お願いします。はアシックスのメタスピードスカイプラスです。プラスですよ、プラ プラス。もうすぐね、日本でも販売できるかなと思いますけれども、プラスが入っているということで、はい、この5足についてまず聞いていきたいなと思います。ちなみに今ここにあるのはね、それぞれ関係するものがあるんですけど、1足目に挙げていただいたノバブラスト2は今ここにないんですが、履きすぎてちょっと汚いから持ってこなかったということで、はい、リアルに履いてると、それだけスタメンですということですけど、はい、ノバブラスト2はこれ結構好きなランナー多いなっていう印象はあって、なんか前ね、川内優輝さんも結構ノバ履いてるとかっておっしゃってたんで、はい、なんかトップアスリートでも履くんだっていうのはちょっと思っているというか、驚きとしてあるところなんですけど、はい、どんなシーンで履くことが多いんですか？基本的にはジョギングで履くことが多いんですけど、まあ、僕も2ヶ月くらい前に履き始めたばかりで、まあ、見た目はちょっとなんか武骨というか、ね、重そうなんですけど、実際に足を通したらすごい軽くて、はい、まあ、クッション性もすごいあるというか、はい、まあ、ロードを走る機会が多いので、はい、まあ、やはりそのクッション性をまあ求めた時に、まあ、すごい足に合うなというか。なるほど、はい、ウォーミングアップにも使う感じですか？あ、そうですね、ウォーミングアップ基本的には。なるほどね。ちなみにジョグのペースってどれぐらいでやられるんですか？と、大体 朝と午前中でちょっと分けて。違うんですね、朝と午前中でね、はい、ジョグのペースがいいですか？皆さん違うんですよ、はい、うん、朝はその結構まあ寝起きであまり準備してないタイプなので、はい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 、大体5分ぐらいから入って、あ、まあ、4分10秒とか。4分10秒、上がりが4分10秒。そうですね、なるほどですね、はい、そういうなんか、まあ、まあ、目覚ましランじゃないですけど、目覚ましランで最後サブスリーペースで上がってきたんですね。なるほどね、はい、でまあ、そのまあ日も昇ってきて、まあ、5年ちょっと高くなってきてからは、はい、まあ、大体4分その10ぐらいから、から入るんですね、はい、まあ3分30ぐらいです。3分30で上がると、はい、いやー、なるほど、はい、いやーね、これジョグですからね、皆さんね。でもだからそれぐらい、多分これ市民ランナーにとっては結構むしろ速いペースっていう方も多いと思うんですけど、はい、そういうシーンでも、ノバ全然活かせるよっていうことですよね。はい、なんか安定感があるシューズとか結構好きな選手も多いと思うんですけど、割とノバってどっちかっていうとクッション強くてポンポン跳ねていくようなイメージかなと思うんですけど、はいはい、そういうのが割とお好きなんですか？いや、割と本当は、自分の足のタイプ的には結構地面叩いてって感じなんで、はい、なのでジョギングの時はそのクッション性で足に負担かからないようにみたいな、あえてこういうのを選んでるっていうことですね、はい、そのなんか走り方を覚えておくと、はい、まあ、トラックシーズンとかに入った時に路面が柔らかくなったりするじゃないですか。そういう時にやっぱ結構対応しやすいのかなというふうに思います。なるほどね、はい、ロードシーズンとトラックシーズンで路面が違うからそういうのを意識してるっていう、はい、踏み込み方とかもやっぱ違うんで、これはまさにプロの視点ですね。あ、本当ですか？なるほどな、そんなこと考えたことなかったですね、現役ですら。なるほど、ありがとうございます。2足目に行きたいと思います、はい、2足目はグライドライド2、はい、これはどういうシーンで入ってますか？これもジョギングです。なるほどね、はい、まあ、ペースもノバブラスト2とほぼ同じ感じで、となると使い分け、これ気になってきますけど、本当に、うん、自分なんか気分なんで、気分ですよね、自分の着てるなんかウェアの色とかに合わせたりとか、はい、そういう感じです。なるほど、はい、そっか。この後ね、ちょっとじゃあペガサスも出てきてそれの話をした方がいいかなと思うので、あ、はい、ちょっとじゃあペガサス行きましょうか、はい、ペガサスもじゃあジョギングで、ジョギングで使ってます。使っている、はい、ペース的にはさっき言ったような、はい、同じです、ね、はい、じゃあノバとグライドライドとペガサスも、はい、
使い分けてるっていう感じ、はい、まあ、この3足あったら、まあ、順番に使っていって、まあ、同じやつをずっと使うとやっぱ消耗激しいので、そうですね、まあ、3足うまい具合に、まあ、使い分けて長く使うっていうか、はい、ああそういうことですね、まあ、その提供とかはされてないんで、まあ、購入してるんでやっぱり長く履いた方がまあいいのかな、自腹で買ってますよっていうことですね、はい、ちなみにそのグライドはどっちかっていうとやっぱ安定感があって、そのポンポン跳ねるっていうよりはノバとはまたちょっと違う感じかなと思います、はい、で、ペガサスが比較的ニュートラルな感じなのかなっていう印象が個人的にはあるんですけど、はい、なんか足の重さとか前日のその強度だったりとかそういうのでも使い分けたりとかってありますか、うん、ノバとペガサスは結構自分の中同じくくりで、まあ、グライドライドはちょっとつま先上がってる感じですよね、そうですよね、うん、なんで結構グライドライドはポイントの大事な強度の高い練習のアップシューズとして使うことによって、はい、このライド感が、はい、乗せ方がちょっと自分の中でイメージつきやすくなると、そのポイントシューズのカーボンシューズにした時に、はいはい、そのイメージのままいけるのかなっていう、確かに最近のねカーボンシューズはこうグイって上がってて、最後カクンっていく系ですもんね、はい、形状がやっぱグライドライドは似てるんで、なるほど、そのじゃあ重心移動の感覚をウォーミングアップでちょっとずつつけて、いきなり作るとやっぱ中足骨の疲労骨折する方とか多いと思うんで、なるほど、はい、めちゃくちゃ勉強そういう使い方はこれめちゃくちゃ参考になってる人多いと思います、なるほどね、はい、じゃあ4足目いきましょうか、ベイパーフライのネクストパーセントの初代ということで、はい、まさに今ここにあるものですね、はい、こっちが初代ですね、こっちです、はい、で、これが2ですね、はい、で一応ね比較で持ってきていただいたっていう感じなんですけど、あの初代の方に割とこだわりがあるっていうことで、はい、これはどんなエピソードがあるんですか、まあ、一番最初に履き始めたのは、うん、前回の東京マラソンの代表選考会の MGC があったんですが、はい、あそこで多分一発目だったと思うんですけど、いやもう、まあ、その時からあれについてもちょっと語りたいことがあるんですけど、はい、その時履いたやつ、あそこからまあ履いてて、はい、まあまあ、MGC はその時ダメだったんですけど、うんうん、まあ、その後のマラソンもこのシューズを使って、はい、まあ、今の私の自己ベストが、うんうん、まあ、この靴で出したっていうのもありますし、いい大会でいい記録が出たっていう、まあ、自分の中でもやっぱ擦り込みじゃないですけど、そうですよね、いい靴っていうのがやっぱ期待値になるので、確かに、まあ、自分の中でも安心感のある靴っていうのが、そうですよね、確かに願掛けみたいなところもありますかね、はい、うん、まあ、それ以上にやっぱパフォーマンス力も向上したってところがあるので、うんうん、なるほど、はい、まあ、ずっと履いてますけど、なるほど、ただもう在庫が自分の手持ちにももうないのでもうこれがラストの速ですね、はい、だからこれめちゃくちゃ大事に履いてるっていう話ですね、はい、なるほど、ありがとうございます。そして5足目が、メータースピードスカイのプラスですね、これはまだ日本でも発売されてませんが、先日ラントリップの、ね、チャンネルで私と岡田さんが行ってスペインからライブ配信させていただきまして、レビューしたものがこれですね、はい、これです。でこれがなんと、高木選手が履いているメータスピードスカイプラスということで、これだから結構実は前からトライアルで履かれてたっていう話ですよね、わからないように、こっちのカラーで展開されてたと、あ、そうなんですね、ことですね。いやめちゃくちゃ貴重なカラーをねちょっと見せていただいたんですけど、これどの辺がなんかどんなシーンで使われてますか。これはもうほとんど試合とポイント練習というかその強度の高い練習で使ってます。あ、ポイント練ではじゃあ割とこの辺使って、はい、で試合でも最近履き始めてと、まあ、先ほどのベイパーが在庫がないということで、うん、はい、まあ、今後の試合で、まあ、何を履こうかって今自分の中で決めかねてるので、まあいろんな靴履くの好きなので、まあ今最近試合で使ってるのはやっぱりこのアシックスの方なので。あ、そうなんですね、この辺はなんかプラスの履き心地とかどの辺が気に入ってるとか特徴とかってありますか。最初に履いた時に結構かかとのすれとか結構気になるタイプなんですけど、かかとがそのシュッとしてるので。前作ちょっと広めでしたもんね。そうなんですよ、うんうん、なんで前作は一回足通したんですけどちょっと豆できてしまって、そこからずっと履いて咲いてなかったんですけど、なるほど、なるほど、プラスが出てからはそこがまあ改善されたのかなと思って、ちょっと細くなってますもんね、はい、いい感じにフィットしますよね、なるほどな。あ、でじゃあ選ぶように最近になって、はい、あと前の方がやっぱこの幅がすごい、はい、ここね広くなりましたよね、はい、広くなって結構まあベイパー履く方このぐらつきとかで結構、うん、はい、
怪我が多い方とか気にする人いますもんね。多いと思うんですけど、うんうん、すごい安定感があるというか、なるほど、やっぱ長い距離走れば走るほどやっぱその安定感って求められてくると思うので、はいはいはい、と練習から取り入れてます。なるほどね、はい、この細さとこの広さが気に入ってるという感じですね、はい、40キロ走とかもずっとこれで最近は使ってます。そうなんですね、はい、おじゃあだいぶもうスタメン入りしてきてるという感じですね、はい、ベンチもちょっとねご紹介いただきたいなと思うので、はい、3足あるということで伺ってますが、1足目ベンチの方紹介してもらっていいですか。ベンチの1足目がオンのクラウドブームエコーです。あ、クラウドブームエコー、以前ねラントリップのチャンネルでも履いていただき、はい、ありがとうございました。はい、初めて足を通したって、はい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 、あそこからずっと気に入って、まあ、ロング走というか、うん、まあ、ジョギングの中でもそのさなんか2時間半走る時とか使ったりしてますし、そこからずっと使わせていただいてます。ベンチの2足 目、お願いします。サッカニーのエンドルフィンプロです。いや、これもまたね人気ですよね。人気ですね。ちなみに このベンチの2足は私と全く一緒でございます。あの利用シーンは違うんだけど、はい、サッカニーでも、うん、とエンドルフィンプロって2も出てるんですか。出てますね、はい、出てます。単純にこれは初代の方なんですね。初代ですね、はい、まあ、単純に、まあ、お手軽にカーボンシューズ履けるというところ。なるほどなるほど。距離走で履いてます。あ、こっちもじゃあ距離走で履かれるっていう感じで、はい、じゃあさっきの話で言うと、でも距離走も結構レースペースで走られてるから、はい、割と速いところで使ってる。使ってますね、はい、なるほどね。わあ、面白い。なるほど、ありがとうございます。そして、ベンチ3足目、はい、最後お願いします。ナイキのペガサストレイル3のコアテックス、これですね。やっとここにたどり着いたっていう感じですけども、はい、こちらでございます。これはちなみにどういうシーンで履かれるんですか。結構朝、うん、と芝生だったり、はいはいはい、結構路面 その不整地で走ることが多いので。なるほど、まあ、その時に、うん、でまあ、役立ってる靴ですかね。公園の黒缶とか、黒缶とかで走られてるっていうか、はい、特にあの芝生とか、はい、朝行くと結構びしょびしょだったりするんですけど。確かにそうですね、そうですね。普通濡れるとちょっと なんか萎えるので。あ、萎えますよね、はい、あ、分かります。これが出て履いてみたら、まあ、全然濡れないんで、はい、なるほどね、ゴアテックスだしみたいな。すごいなと思って。なるほど。あ、でもこういうシューズもね履かれてるっていうのはすごいちょっと面白い、ね、結構実業団選手でジョギングで使ってる選手見かけるんで、ちょっと自分も真似したって感じです。へえ、はい、なんかこれ聞いてちょっとねあの真似される方も多いんじゃないかなと思いますし、はい、僕も今なんかめっちゃこれ欲しくなりましたけど。なるほど、そういうシーンで履かれてるということで、はい、高久選手のスタメン5人聞かせていただきました。結構なんかバランス取れたいいチームというか、どれ取っても主役級の選手がなんかね来てるっていう感じの、みんな納得の5足だったんじゃないかなと。高久選手、こんなお忙しいところありがとうございます。ありがとうございました、はい、今日ご紹介させていただいたシューズは、概要欄にも貼ってありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この動画面白いと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ぜひ感想とか質問とかコメントありましたら、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。